こんにちは、まるさんです。僕は今山中工情報創造館の、本からですねテーマを決めて、3、4冊紹介するまるさんでブックトークなんて動画をやってる流してたりするんですが、そういう本だけじゃなくてですね、つい本屋さんの店頭とかコンビニの雑誌コーナーとかね、あとは多いのがね、Facebook のタイムラインに流れてくる雑誌とかがあって、欲しいみたいなで買ってしまいます。買ってしまった本雑誌があるんですが、それを一冊ずつ紹介していきます。今日紹介する雑誌は別冊映画秘宝平成大特撮1989から2019。やっぱり、こんなの出されたら買わないわけにはいかないじゃないですかね。ちょっと見ますね。平成30年と4ヶ月、11,069日間、平成特撮の奇跡、別冊映画秘宝平成大特撮、かっこいいよ、1989から、2019、別冊映画秘宝編集部編、陽性者マーク。このね、表紙がすごいんですよ。ビオランテでしょ、これからジェットマンか、すると、ガメラ、大怪獣空中決戦ギョースが出てます。中身がどんな本だか、どんな雑誌になってるかちょっと見てみます。表紙の裏がもう平成元年からっていわゆる、ね、表にってやつね、平成元年からの特撮のこう複雑と、そういうどういう時代だったかで、表紙、これ表紙一番上の表紙表4って言うんですけど、表3ね、その裏見返しのところが平成17年から、平成30年までの出来事、特撮とか社会的な出来事とかを書いてあります。平成大特撮、1989-2019開くとですね、まず1位、1989年、このね、口絵と言っていいのかな、このカラーページがかっこよくてね、まず最初ゴジラ対ビオランテ、それからね、覚えてます、この白黒の映画で鉄夫っていうのがあるんですよ。これがね、結構かっこよく、すごい衝撃でしたね、これね。デニエスありますね。それから2は1990年、美少女仮面ポアトリン、いいな、ポアトリンです。あとウルトラマングレート、それから特警ウインスペクター、これが2です。3、1991年、先ほどありました超人戦隊ジェットマン。あれからね、このヒルコ妖怪ハンターっていう特撮というか、ホラー特撮のがあったんですよね。こう首だけひっくり返ってパタパタするやつ。それからゴジラ VS キングギドラ、ね、これね、メカキングギドラが出てくるからですね。4、1992年、これがね、すごい、新仮面ライダー受賞。本当に仮面ライダーが、いわゆるバイオテクノロジーで作られたということを意識して、仮面ライダーシリーズの中でもですね、一番怪人に近い仮面ライダー新ですね、その受賞で終わっちゃったかな、これ。でその年は、モスラ VS ゴジラ、モスラ対ゴジラですね、バトラーが出るやつですね。それと1993年が、グリッドマン、これ実写版のグリッドマンですね、電光超人グリッドマン。それからウルトラマンパワード、この辺さっきのグレートもパワードもそうなんですけど、海外で作られてるんですよね。で6、1994年が、東宝映画ヤマトタケル、これも特撮怪獣ですね、ヤマタノオロチがね、火を吹きながら出てくるんです。それからゴジラ映画はゴジラ VS スペースゴジラ、モゲラが出てくるんですね、モグラみたいなかっこいいやつで、これ福岡だったかな、北九州ですよね、舞台が。そして、7年目、1995年が、これガメラ、大怪獣空中決戦、久しぶりにガメラ映画がありまして、ギャオスが飛んできます。ギャオスですよ。でその年に同じように、という年末になると、今度ゴジラ VS デストロイヤー、最初の1954年のゴジラを倒したというオキシジェンデストロイヤーの影響を受けて、
そのデストロイヤーというのは微生物というのか、そういった生物が生まれてしまって怪獣になっていく。でこの時にゴジラそのものも実は、メルトダウンを起こすという、ね、とつもない設定ですね。1996年が、ガメラ2レギオン襲来。これもねすごかったな。札幌だって、札幌と仙台そして東京みたいなね、まあ、ガメラがなぜ生まれたかというか、ガメラの力のもとはそもそも何みたいなところがありました。で、口へですね、ウルトラマンティガ、これほぼ最終回、ガザのゾウと戦っているところ、この時のティガいいですよね。そして、単発映画でここはですね、ゴジラがなくてモスラですね、モスラの単発の映画があります。1997年が、メガレンジャー、それからウルトラマンダイナ、いいなぁ、おおダイナ、ね、正義はなんだダイナ。1998年リング、これ、特撮っちゃ特撮なんですけど、ホラー映画ですね。いわゆるジャパンホラーっていうのがだんだん出来上がってくる時代で、ウルトラマンはウルトラマンガイアなんです。ガイアとアグルがね戦っているところです。そして映画がモスラ3、あれモスラ2だったっけ、あれそうかそうか、1997年にモスラ2があって、98年にモスラ3があるのか。97年のモスラ2にはですね、今でこそ大女優ですけど満島ひかりさんの子役時代が出てきます。1999年、ノストラダムスの大予言の年でしたが、特にそういったことが起きず、映画の世界では、ガメラ3邪神イリス覚醒ですね。それからゴジラ2000ミレニアム、オルガっていうね、一番影の薄かった怪獣が出ているんです、ね。それで2000年ですね、はい、仮面ライダークガ、久しぶりに仮面ライダーが復活します。この年、ここからいわゆる平成ライダーが生まれてくるわけですね。そして、映画の中では桜妖怪伝です。原口監督で、徳木監督が樋口真嗣さんっていうね、桜妖怪伝、これもねなかなかいいですね。今口絵の紹介ね、口絵写真です。2001年がウルトラマンコスモス、それから、ゴジラ映画ではゴジラモスラキングギドラ大怪獣総決戦、白目ゴジラです、白い目玉のゴジラね。それから2002年の仮面ライダー龍騎、龍騎ね。それから、ゴジラバッテンメカゴジラ、キリュウが出るやつね。これはなかなかいいですね。このメカゴジラって結構いろいろ形変わってるんですけど、キリュウは比較的好きな方なんですよね。2003年が、仮面ライダーファイズ、それからこちらグランセイザーですね。2004年が、一応ゴジラファイナルウォーズで、一応ゴジラさらばゴジラということで最後の年になりました、2004年。それからこの年にはウルトラマンネクサス、ダン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 、ネクサスそれから2005年、妖怪大戦争、キリン喪失ですね。それからあと画廊が始まるのか、あと特撮と、これを特撮というのかっていうと言うんですけど、オールウェイズ3丁目の夕日がこの年になってました。それから2006年ウルトラマンメビウス、いいなメビウス。それからこれちょっとマイナーで知ってる人しかないんですけど、少ないんですけど、シルバー仮面、これ劇場版でありました。から大怪獣 G、 これはね微妙だな、ちょっとこう自主映画っぽいところ。2007年仮面ライダーでは伝説といいますかね、その後ずっと人気が出た仮面ライダー電王ですね、俺参上ってやつね。それから、激レンジャー、激レンジャーは良かったですね、激レッドとかかっこいいもんね。それから2008年、これもマイナー映画だな、ギララの逆襲と親子サミット危機一髪、それから新怪獣レイゴー、ほとんど自主映画です。2009年が仮面ライダーダブルですね。それからウルトラマンが大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザムービー。タイトルが長くて中身がほとんど覚えられてないっていう、やつです。ウルトラマンゼロが出てきます。それから2010年、大魔神カノン。それからこれ何、ここありました、MM9 です。MM9 は、
モンスターマグニチュードですね。けどこれ山本浩さんの原作なんです。気象庁のにその怪獣対策室みたいなのがあって、特機体っていうのがあるんですけど、そういう不思議な話でした。最終回実は富士五湖の人と元栖湖が最終回の場所になったりとかしています。これねビデオでもなかなかレンタルビデオさんないんで、もし見る機会があったら MM9 おすすめです。2011年、ここはね、まあ、東日本大震災の起きた年でございまして、海賊戦隊、ゴーカイジャーですね。それからねリメイクなんですが、デンジンザボーガーというのは実はリメイクできました。ウルトラゾーンはあんまり覚えてないな。それから2012年、ゴーバスターズ、それからウルトラマンサーガですね。サーガね、劇場版ありましたね。あ、今日ここにのぼうの城なんていうのがあるんです。のぼうの城も特撮です。はい。で2013年、ウルトラマン銀河いいな。それと仮面ライダーが外部になりますね。この辺も安定してますよね。ウルトラマン、仮面ライダー、戦隊もの、それは2014年でいうと特急ジャーで、この年2014年、実写版パトレイバーがいます。実はこのパトレイバーの特殊二課の車を僕は山中湖で目撃しまして、ちょっと追っかけました。2015年、ラブ&ピース、ドドガメラっぽいよね。それからウルトラマンはウルトラマン X。 2016年、アイアムヒーロー、これほとんど見てない。大怪獣もの、プロレスラーみたいなのが出てきちゃうやつ。そして2016年はいよいよこのシン・ゴジラがありました。いいなシン・ゴジラ。結構ね、この年仮面ライダーも作られてるし、テラフォーマーさんでもありましたね。あ、仮面ライダーオーブ・エグゼイド、こんなのも2016年来てます。結構この平成の後半の特撮ヒーローもの、結構充実して、毎年充実してましたね。2017年ウルトラマンジード、ベリアルという悪の権限のようなお父ちゃんの息子、まあ息子という人工で作られたんですけど、ウルトラマンジード。それとこれは実はおすすめです。ブレイブストームっていう名前でなんだかよくわかんない特撮映画があるんですけど、これがですね、シルバー仮面とそれからマッハバロンのリメイクっぽいですね。それブレイブストームというのがあります。ちょっと合ってるか、シルバー仮面でとか。それから、はい、2018年、ウルトラマンルーブ、カツニート、シャツニート、ですね、ルーブ。それから顔に字を打って、違うだ、ライダー、顔にライダーって書いてある仮面ライダージオーが2018年。で2019年の、竜走者、それから特撮画が、それから飛んで埼玉、伊達天も一応特撮に入ってますね。まあ、そんな口絵があって結構長かったな。あと中身を見るとですね、平成特撮31年からがやられる今言ってですね、それからスーパー戦隊、それからメタルヒーロー、ギャバンとかゴジラ、ガメラ、ウルトラマン、平成ライダー、戦争映画、オカルト映画、クリーチャー、巨大特撮、あ、ガロもいつこうなってるな、等身大ヒーロー、エクストリームバイオレンス、ロボット、ヒロインファンタジー、それから SF ファンタジー、VFX の発展、あ、大内さんが書いてる、実写化映画、一般映画の特撮、一般映画の特撮も結構すごいんですよね。ということでですね、もうすごい、もう細かい字がびっちり、いや、ここは本当に別冊映画秘宝だけのことありますね。もう映画を語り尽くすにはこのサイズの字じゃなきゃダメなのかっていうぐらいちっちゃい字です。これだけのテキストをですね、この金額で購入できるというのがやっぱりすごいなと思いますね。本当にこう平成の特撮映画、それからテレビ番組ドラマですね、それのもう本当に歴史書ですよね。もうこれ自身がこれ一冊あれば平成特撮は語り尽くせるんじゃないかなって思うぐらい、これを読み終わるのにどのぐらいかかるんだろう。
まずみんな、いわゆるホラー、ジャパン民族ホラーですね、妖怪もの。やっぱりね、こうやって見ると日本の特撮って、やっぱこれすごい文化だと思いますね。あの世界に誇れるというか、もちろんハリウッドで今すごいね、この間ゴジラもやってましたけど、ハリウッドの映画もすごいんですが、日本のこの特撮のこの凄さっていうのをね、もっとこう広げていきたいというか、ちゃんと文化として守りたいと思いますね。というわけで、田口監督、結構監督同士の対談とかも多いです。それから年表もしっかりしてますね。どんな方が書いたかライターさんのプロフィールもたくさんいます。すごい、というわけで、別冊映画秘宝平成大特撮1989-2019、ですね、陽性者さん値段が、本体1600円プラス税金、消費税ですね、かかってました。もうマニアです。もう譲られたらしちゃうぐらいの本です、雑誌です。誰にも勧めるというわけではないです。本当にあの日本のこの特撮文化を知りたい、残したい、伝えたい、そういう方におすすめです。よかったら。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。